コープスパーティー BR 前回追加プレイしていきましょう。さて、二人が別れた後からですね。どう考えても死亡フラグなんだよな。どちらかの一緒に行こうってみんな約束したのに、っていう状態。あー、重ねちゃったか。声がする方に進みますか。いや、ダメだ。あー、強制か。行こう。あー、死ぬじゃん、多分これ。初めてだな。ナオミとあんな風にぶつかり合ったの。一人になると、だんだんさっきの恐怖がよみがえって、何かに頭を支配されたように、理性を失った私は、聖子を探して、校舎の中を走り回った。何度も何度も名前を呼びながら、不思議なことにこの後、どこを走ったのか記憶はすっぽりと抜け落ちていた。気がつくと、私は校舎の3階にいた。3階。聖子！どこにいるの？聖子！ねえ、一人にしないで！聖子？いるの？何の音だ？なんかゴンゴン言ってるけど。宇治バケツは関係ないのか。何がゴンゴン言ってんの？トイレ？マジで。釣ってるじゃん。ご丁寧に靴まで脱いじゃって、扉に鍵がかかっています。人の気配。自分で釣ったのか、釣られたのか。まだ生きてる？聖子、生きてるの？今助けるから。え？ごめん。どうすれば。高い位置に体がつられているので手をかけると逆に首が締まっているようです。なんかないか。ドラえもんみたいな感じになっちゃったけど。これ、土台に。これを、始まり。うわ。ウジ虫をスカートや手に大量にぶち、うぅ、生きながら。それでも助けたいんだもんな、友達だからな。聖子、今助けるから。汚れたバケツを落としました。間に合わなかったか。うつらの目をした聖子は完全に脱力し、イライラと揺れていました。
自分から命を絶つとは思えないからな。呼ばれた時にって感じか。これ何がきついってさ、自分も多分責めるんだよな、ナオミちゃんは。自分も釣る方を選んじゃうかな。さっきのこと謝らせてよ。ほんの数時間前、教室で楽しく笑っていた友達が目の前で首を吊って説明。こんな現実を受けられるはずはない。チャプター2へ続く。やめてそういうの。ガニが解放されました。エクストラ1が解放されました。なるほどね。あ、ここ戻されんの。これぐらいだったら前回やっといてもよかったかな。まあ、いっか。チャプターセレクト。あー、チャプターごとにあれなんだ。なんか、そう考えると結構短いのかな。チャプター2でいいのかな一応。お、先生だ。チャプター2のオープニングを見ますか。はい。そら見るよ。お前。びっくりした。片付いた。体育委員も楽じゃないね。あ、でもこれ多分回想だから、あのギシシっていう音を聞きながらあれなのかな。あ、これチャプターごとに時間、カウントなんだ。じゃあ時間制限とかあんのかな。あさっての合同体育の準備は絶対男子の委員にやらせようね。ん、まったく騎士にはね、箸よりも重いものを持ったことのないこのナオミさんにあんな重いものを運ばせるなんて。ナオミってさ、綺麗な形してるよね。何が？お尻の形。あんたの方が小さくて可愛いじゃん。私のはアヒルみたいでダメだよ。アヒル？何言ってるの？ナオミのは安産型って言って、将来楽にたくさん子供産めるかもって形なんだよ。わ、それちょっと嬉しい。ナオミってほんとほぼさん気質だよね。子供大好きだもんね。うん。将来、子供4人は欲しいかな。すごいな。将来ある人はいいね。子供は俺ダメだわ。あ、これは、現実に、引き戻されるね。将来亡くなっちゃったもんね。これがオープニングなのか。今の中島さんの声、それも悲鳴。どうしよう、うちの子たちに何かあったら。あっ、ここ3人なんだ。篠崎さん、大丈夫よ。落ち着いて。過呼吸になるパターンか。
この症状、過換気症候群だわ。どこかに紙袋でもあるといいんだけど、ここにはなさそうだし。あれだよね、自分の吸った息を、吸った息吐いた息を吸うと落ち着くってやつだよね。とにかく気持ちを落ち着かせて安静にさせないと。何かの音が声みたいに聞こえたのかも。きっと建物のきしみだと思うけど、気になるから一応行ってみてくるわね。二人はここでじっとしててね。先生待って、一緒にいて。篠崎さん大丈夫だよ、ゆい先生、俺が篠崎見てるから。てか、これ見てくるわ。先生、待ってて。ダメよ、他が安全って分かるまで君たちはここにいなさい。じゃあ、頼むよ。気をつけて。いやー、大丈夫だって、ほら。お願いね、すぐ戻るから。ああ、そうだよな、子供の前では気丈に振る舞わんといかんもんな。頭が混乱して思考がまとまらない。心臓を氷漬けにされているような痛苦しさで、めまいと吐き気が止まらない。だけど大事なあの子たちに何かあったらと思うと、お腹の底から力が湧いてくる。強い大人を演じることができる。教師ってすごい。こっち行こうとしてるけど、こういうのはな、下に行くと何かがあるかもしれないから、とりあえず行くんだよ。ああ、そっか、ここ、これがあるから無理か。得体の知れない黄色部屋、液体が入ってるよ。あ、なんかある。ほらほらほら、なんかあるね。ん？何か落ちてるの？紫色に輝く石を落ちています。取りますか。はい。ユイの拾った紫色の綺麗な水晶。持つものを邪悪な気から守る力がある。ほう。これ重要か？はい。さっきの、やっぱひね。お？なんか見つけたの？綺麗な石が床に落ちていたわ。それだけ言うとすごいのんきな人に見えるな。ルビー、おや、アメジストかな。あ、シソご飯みたいなやつか。篠間くん、石に詳しいの？いや、別に。篠崎がそういうの詳しいよ。そう。じゃあこれ篠崎さんに。それ渡すだろう。今それどころじゃないかしら。でも後で渡しといてくれる？元気が出るかもしれないし。わかった。パワーストーンを渡しました。よし、とりあえず上行ってみるか。なんかあるかな。あるんだろうけど。とりあえず階段、いや、ここのあれ行ってみるか。閉じ込めの、閉じ込めじゃないか、これワープじゃないか、閉じ込めか。違うな。こっちは開けない。この辺はって感じか。話には聞いていたけれど、あれにひどい事件だった。あれ、開いた。とりあえず上行ってみる？でもこれ、なんか上行く前に、いろいろ見ときたいな。あ、でもそうか、ここ、上に行けないんだっけ。見とこうか、とりあえず。やっぱなんかある。ん？これは、鍵ね。三の絵と書かれた鍵があります。取りますか。はい。3の A ってどこだっけ？忘れたな。
とりあえず進んで行ってみるか。はい。あ、ここか。ん？三の絵、この、ああ。ここが閉じ込めか。やあ、先生。一人でどうした？教室で三人で震えてるのはやめたのかい？生徒の悲鳴が聞こえたから、様子を見に行くんです。普通に会話するんだもんな。そう。でも、この旧校舎はいくつもの次元が重なって存在する多重閉鎖空間だ。同じ校舎にいたとしても、存在する次元が違えば、その者同士が出会うことはない。もっとも、死んで死体や霊魂にでもなれば、あるいは。ほう、じゃあ聖子ちゃんと会えるか。奴らのように、次元間を行き来できる手段があるのかもしれないが。だから、その生徒が悲鳴を上げた場所に行ったって、会えなければ、あんたにできることなんて、何もないよ。声が、聞こえたもの。確かに、あんたの生徒らしき子たちも、さっきこの学校に連れてこられたようだけど、ここでは、時間も次元もバラバラだって、さっき教えた。悲鳴が聞こえたって、それは今発せられた声なのか、別の次元で何時間も前に上がった悲鳴なのか、あるいは、数時間先の悲鳴なのかも、わからないんだ。影響し合ってはいるが、必ずしも並列に動いてはいないんだよ。この多重次元は。だからって、じっとしてなんていられません。どいて。すごいなぁ。こんな気言えないもんなぁ。あっ！溶けたと。ちくしょう。この、聖者が。ああ、これがあれなのか。悪霊なのか。うわっ！教師なんて、世の中で一番信用できない生き物だ。お前らは自分の保身しか頭にない。生徒の心配より、責任を取らされる自分のことが心配なだけだ。そんな奴しかいないんだ。教師なんて連中は、騙されないぞ。生徒間の虐待を知っても、面倒だからと近寄らず、学校の体裁や偏差値のためなら、問題児として処理した生徒は、簡単に退学にして、切り捨てる。叱るんじゃなく、怒る。違う。生徒のためになんて考える知得な奴は、一人もいやしない。生徒たちだってそのうち餓死するか悲観して自殺するか、僕のようにここで死んだ霊魂に殴り殺されるしか道はないの。死ぬときにあんたのことなんて思い出しもしないだろうね。生徒たちを殺すと伝えてあげるか。心配してくる。嘘つき、知ってる。ここで死ぬと
死ぬ瞬間の激痛が永遠に続くんだ。想像を絶する痛みと苦しみだろう。それがずっと永遠に続くんだぜ。自分を助けてと言えよ。正直に。正直なら助けてやるよ。いや、ここはみんな俺。あの子たちはひどい目に遭わせないで。強情だな、大人。潰れて死んだら引き返るみたいな格好だね。みんな生き延びて大好きよ。これ俺のせいで死んだのかな。でもあいつなんだかんだ殺してきそうな感じするよね。ここで一旦区切ろうか。それではご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。